三鷹の森ジブリ美術館ではアニメーションを映すために必要なレンズをテーマにした企画展が始まりました。今月から始まったジブリの森のレンズ展はレンズと光で絵を映し出す面白さを感じてもらおうと企画されたものです。展示室にはさまざまな仕掛けが施された見せ物小屋が並んでいて、来場者に覗く、映すといった体験をしてもらうことでレンズや光の仕組みを分かりやすく紹介しています。レンズを覗くとそこに広がっているのは肉眼では見えなかった新しい世界。受付でもらえる入場券を差し込むとジブリ作品のワンシーンが映し出されます。ジブリ美術館への入場は予約制となっていて、この企画展は来年5月まで開かれる予定だということです。